私たちは日本からインドに行きました、穂坂と言います。私たちは今ニューデリーに住んでいるんですけれども、今回のこの子の出産が私たちにとって初めての出産でしたので、とても心配なことがたくさんあったんですけれども、ドクターネハ先生が困った時にですね、いろいろ親切にアドバイスしてくれたり、とてもポジティブな励ましをいろいろしてくださったので、とても安心できました。で、私たち日本人ですので、病院の中でどんな、食べ物が出てくるのかがすごく不安なところもあったんですけれども、ドクタージャヤさんですかねが日本の献立メニューを考えてくれて、それを食べることができたので、とても安心して3日間過ごすことができました。で、この子は夜中に吐いちゃうことがあったんですけれども、夜中も含めてナースの人たちとかがすごく親身に対応してくれたので、とても安心して過ごすことができました。ジャヤブ先生とかもはじめたくさんの人たちにお世話になりました。今日こういった形で無事に、お母さんも子どもも健康でこの病院を退院できます。どうもありがとうございました。